ピーター・ホンダはアメリカ合衆国ニューヨーク州出身の俳優。父は名優ヘンリー・ホンダ。姉は女優ジェーン・ホンダであり、芸能一家で育つ。娘、ブリジット・ホンダも女優として活躍している。左利き。幼い頃、母親の自殺が原因で父、ヘンリー・ホンダと不和となり、生涯しこりを残したと言われている。大学時代から、 演劇活動を本格化させ、卒業と同時にブロードウェイに進出する。1963年、タミーとドクターで映画デビューを果たし、青純で一本気な青年役のキャラクターで売り出すも、商業主義の作品に嫌悪感を抱く。さらに、自らが思い描く俳優像とは異なる、エリート青年役が続いたことに疲弊し、次第にドラッグに反撃するようになった。 そんなピーターの様子に興味を抱いたロジャー・コーマンは1966年に自らが率いるアメリカン・インターナショナル・ピクチャーズ制作で実在するヘルズ・エンジェルスの生態を描いた低予算映画ザ・ワイルド・エンジェルスに主演させる。当初は西海岸のみのヒットだったものの次第に全米規模の大ヒットへとつながった。翌67年にピーターは 白昼の幻想で、デニス・ホッパーとジャック・ニコルソンと出会って、意気統合し、これが、映画、イージー・ライダーへの布石となる。1962年デビュー当時、パティ・マコーマックとの宣伝写真1960年代後半、映画界に巻き起こった、アメリカンニューシネマのブームに乗って、自らも、映画制作会社を立ち上げ、低予算映画をいくつも量産した。そのうちの一つが、 インディーズムービーのバイブルとも呼ばれ、カルト的な支持を得ることとなってゆく、1969年の e ージーライダーであった。同作は、俺たちに明日はないと並んで、ニューシネマの代表作品と見られた。彼は、この成功によって、一躍、アメリカニューシネマの騎手となった。なお、デニス・ホッパーは後に、共和党支持者になっている。71年には、 ハイアードハンド73年にはアイダホトランスファーに出演した。そして74年には人気作品ダーティーメリークレイジーラリーを発表した。日本では70年代後半以降は注目されなくなってしまったがアメリカでは地道に俳優活動を継続した。90年代は娘のブリジットが女優として活躍した。1990年代末頃にはホンダは カムバックした俳優と見られるようになった。1997年、コモレビの中で、での老養法家を演じて、ゴールデングローブ賞主演男優賞を受賞。アカデミー主演男優賞にもノミネートされ、受賞こそならなかったが久々に賞賛を浴びた。ちなみに、ホンダを破り、オスカーを手にしたのが、くしくもかつての旧友であり、イージーライダーで共に駆け上がった中のジャック・ニコルソンで、 あった。ニコルソンはスピーチでバイク仲間のホンダと声をかけ、ホンダもこれに応えたというエピソードが知られる。晩年もテレビ、映画を中心に出演した。俳優としてだけでなく、プロデューサー、脚本家、監督として多方面に活躍をし続ける一方で、カビなハリウッド嫌いをあくまで貫くように、モンタナ州の田舎でひっそりと暮らしていた。 父フンリーとの共演作に自ら監督した1979年、グランドキャニオンの黄金、姉ジェーンとは1967年のオムニバスのヨーロッパ映画、世にも怪奇な物語、娘ブリジットとは1993年、恋愛の法則で、それぞれ共演しているほか、日本映画にも主演している。2019年8月16日、 米カリフォルニア州ロサンゼルスの自宅で肺がんによる呼吸不全のため死去。映画 e ージーライダーを再現したバイクを運転リベラルな姿勢は1960年代当時から変わらなかった。2011年にホンダはティム・ロビンスと共にビッグ・フィックスというドキュメンタリー映画を制作した。この映画はディープウォーターホライズンにおける油流出事件について BP の責任を追求する作品だった。ピーター・ホンダはバラク・オバマ大統領に手紙も書いている。ティム・ロビンスはスーザン・サランドンらとともに俳優の中でも特にリベラル、サハと目されている俳優である。またドナルド・トランプのメキシコ国境における母親と子供を引き離す、鎖国政策を激しく非難した。趣味はバイクで、 若い頃には自らバイクを作ってしまったという。イージーライダーでは、ハーレー・ダビッドソンに乗車した。日本のバイクでは、北米、欧州向けモデルの 1000cc バイクだけが欲しいと、答えていた。また、スイスの時計、スウォッチのコレクターでもある。ありがとうございます。